それで僕に相談って？あのね、今日君を呼び出したのはちょっと聞きたいことがあるからなんだ。聞きたいこと？黒金君はバーミリオンさんと七星剣舞祭の決勝で戦う約束してるんだってね。うん、どこであろうと必ずもう一度相まみえようと誓い合っている。だけどそこにたどり着く前に自分では到底勝てない敵と戦うことになってしまったら、黒金君はどうする？正々堂々全力を尽くして戦う。勝てなくても？ああ、全力を尽くして戦う以外にできることなんてない。僕はそうは思わない。結果が伴わない正しさなんてただのザレ事だよ。僕はどんな手段を使ってでもその相手を蹴落とす。切り札。まさか、まさか初めから僕に一刀シラを使わせるために？一刀シラは一日一回しか使えない。選抜戦の試合は今から10時間後、回復は間に合わない。これなら僕にも勝ちの目が生まれる。剣士としての力量は届かなくても、ブレイザーとしての能力を合わせれば切り札を失った君を倒せる。なぜ、なぜこうまでして勝ちたいんです？騎士の誇りを捨てて綾辻一刀流の志に泥を塗ってまで、なぜそんなに？黒金君が何と言おうと、僕は絶対君に勝つ。勝たなきゃいけないんだ。待って、綾辻さん。ダメよ、イキ。こんなところで夜の伊藤修羅はみんなに見られて。
ちゃうってダメなんてば。うん、ハニー、いい、こら、何よこんな夜中に。ちょっと返事くらいしなさいよ。これがもしや噂に聞くジャパニーズ酔っ払い、そうなのね。答えなさい一輝。で、一輝、ね、ちょっと、あの、一輝、一輝ってば。ここはお兄様。しずく、よかった、大丈夫ですか。僕は一体。まだ大丈夫よ。試合開始は昼の3時だから、まだ十分間に合うわよ。アリスから聞いたわ。昨夜綾辻先輩に呼び出されたんでしょ。実は。ん、ようやくお目覚めか、黒金。お疲れのところ悪いが、ちょっと顔貸してもらうぞ。うん、あれはやはりお前の仕業だったか。昨晩医務室に運び込まれたと聞いて、もしやとは思ったが。事情は言えません。ですが相応の処分を受けます。ちょっと一輝、ステラ。誰かをかばっているというわけではあるまいな。理事長にお聞きしたいことがあります。ん？3年1組の綾辻綾瀬さんについて。調べればすぐわかることだしな。2年前だったか、彼女の父親ラストサムライこと綾辻海斗は二度と剣を取れぬ体となった。どうしてそんなことに。道場破りとの1対1での決闘に敗北した結果だ。戦った相手はドンロー学園ソードイーターこと倉敷クラウドですか。そうだ。決闘前に両者が交わした取り決めに従い、綾辻家の土地建物は全て倉敷のものになってしまっている。それで今カイトさんは。この2年間ずっと意識不明だそうだ。いいか綾瀬、どんな時にも誇り高さを忘れるな。常に礼節を重んじ、弱気を助け悪を憎め。どんな相手にも正々堂々立ち向かえ。恥じることのない剣士になれ。まったく、てめえごときじゃ暇つぶしにもなりゃしねえ。二度と来んな。一世剣舞祭に出ればあいつと戦える。これが最後のチャンス。謝らないで父さん。僕が必ず全てを取り戻す。ひどい話ね。愛する全てを奪われ、そこまで追い詰められるなんて。でもそれゆえに彼女は強い。いわば死に物狂いの獣。試合でもなりふり構わず牙を剥いてくるわ。でどうするの一輝。もちろん全身全霊で相手するまでさ。でなきゃ綾辻さんに失礼だ。そう、でもこんな卑怯な手を使われてまで。しずく。ステラ。ん？一緒に来てくれないか。いいけど、どこに。一つだけやっておかなきゃならないことがあるんだ。試合の前にね。本日の第3訓練場第3試合はもう間もなく開始されます。実況は私、放送部のつくよみ半月、解説はオレキユーリ先生。よろしく。大谷先生、今日は顔色良いですね。うん、まだ始まったばかりだしね。
でもすぐにみんなが大好きなゆりちゃんになるわよ。大丈夫、血液の予備はリットル単位で。なるほど、本日も実況席には血の雨が降りそうだなと。東ゲート選手入場。まず姿を見せたのは6戦6勝のパーフェクトゲームを続ける F ランク騎士ファーストワン、いや俺がアナザーワンだ、1年黒金一騎選手。西ゲート選手入場。そして今もう一人の騎士が姿を現しました。同じく6戦6勝の素晴らしい成績を引っ提げて試合に臨むのは D ランク騎士珍しい剣術家。しかも綾瀬先輩は黒金先輩に剣の教えを受けている。つまりこの試合は剣術対決かつ指定対決ってわけね。メモメモ。やっぱり出てきたね。少しは不戦勝も期待してたんだけどな。さすがは黒金君だ。来てくれインテル。そんなに僕が許せないか。でも勝つのは僕だ。赤く染まれ、ひずめ。綾辻先輩ってどんなブレイザーなのかしら。それが彼女に関してはほとんど情報がないのよ。去年までの公式戦には出場していないからデータが残ってないし、今年は剣技一本で勝ち上がってきてるから能力もまだ見せていない。つまりどんな能力を隠し持っているかが戦いの行方を決定づける。レッツゴーアヘッド。おお、黒金選手跳躍開幕速攻だ。なんだ今のは。突然黒金選手の体がメタ切りに。一体何が起こったんだ。黒金選手バックステップ。謎の断撃を前にここは一旦仕切り直そうという判断でしょうか。どうだい、僕のノーブルアーツ、風の爪痕の味は。答えますね、なかなか。傷を開く、それが僕のデバイス、ひずめの能力。おそらく空間に前もって仕掛けておいたトラップを発動。見えない構えたちで切り裂いた。前もって空間につけた刀傷、それを開くことで周囲の空気が急激に吸い込まれ、結果副産物としてかまいたちが生まれる。だとすればこのリング上の空間にはすでに数百もの刀傷が仕込んである。逃げ場はないよ。事前に罠を仕掛けるのは反則。もし彼女がそうしていたのなら、反則が明らかになった段階で試合は即没収、お兄様の勝ちとなります。よし、まだ気づいていない黒金君は。まだだよ。避けた。まさか僕のトラップに気づいたの。でも確証はないはず、今のうちに。今の攻撃は何でしょう。まるで傷が一人でに開いたように見えましたが、今のも綾辻さんの僕の能力で傷を開いた。たった今このひずめでつけたほんの小さな切り傷をね。つまり急所に食らえばたった一撃で致命傷に。